どうもです。お久しぶりです。髪切りました。さて今回の動画もふるさと納税の返礼品を紹介します。今回紹介する返礼品は熊本県玉名市の訳あり品、九州有明海産のり半節300枚です。ちなみに1万円の寄付で送ってくれます。ものはこれです。100枚、200枚、そして300枚。さっき半節300枚って言いましたけれども、まあ半切りって読みたくなるんですけどね、調べたら半節って読む方がメジャーらしいです。で半節ってどういうことかというと、なんか海苔のサイズって規格で決まってるみたいで、これで何枚かっていうのがあって、でこれの半分に切ったから半節だそうです。で今回訳あり品ってことで何の訳があるのかっていうのを調べたら、穴あき、酒、かけ、色味などの見た目で規格外となってしまったものを訳あり品として出品しておりますということで、まあいいんじゃないですかね。その分安く手に入るから。前回までずっとケーキだったじゃないですか。だけど今回は海苔にしたんですけども、いやね、ふるさと納税するんだったらやっぱりその土地土地の特産品も手に入れたいなと思って、で今回海苔にしたんですけども、で海苔ね、調べてみると分かるんですけど、なんか数のインフレーションが起きてる感じがするんですよ。どこどこ県の何々市は150枚で、どこどこは200枚だけど、今回のこのね玉名市は300枚とかね。でも将来例えば350とか400とか出てくる可能性があると思うんですよ。で私玉名市を選んだ理由は枚数が一番多かったからです。ただそれだけです。で中身の紹介なんですけれども、だいたいこれくらいの大きさの段ボールに、この3つ、まあ、合計300枚入ってるんですけども、その他にこのチラシが1枚入ってました。よろずやふるさとさんのウェブショップのご案内というチラシが入ってました。じゃあ早速晩飯に使っていこうかなと思ったんですけども、ちょっとね見てもらいたいのがあって、賞味期限なんですけども来年の2月19日って書いてるんですね。1日1枚だと間に合わないんですよ。だから2枚食べなきゃいけないんですね、毎日ね。家族がいる人だったらもう楽勝なんですけど、私一人暮らしなんでね。そっか、毎日2枚食べなきゃ間に合わないんだって今思ってます。ってことで今日は何に海苔を使おうかなって考えたんですけれども、やっぱり冷たいそばかな。じゃあ作ってきます。はい、作ってきました。てか茹でただけなんですけどね。ここに海苔をちぎって乗せていくんですけれども、これ嬉しいんですけれども、ここジップロックになってて保存しやすくなってます。じゃあ開けますね。はい、2枚取り出して空気を抜いて空気を抜いて閉める。あんまり抜けなかったな。あ、空気をできるだけ抜いて閉め、なんか難しいな。閉める。もういいか。はいはいはい。なんかここら辺ちょっと糊が、細かい糊が散らばっちゃったな。じゃあ改めて2枚なんですけれども、これもう一気にもうちぎって入れちゃおうか。形が悪すぎるっていう。確かに海苔の色がちょっと薄いですね。あ、ちょっと食べてみようかな。顔映んないけど。まあ普段食べる焼き海苔と、そうだね。ちょっと後味に期待したんですけど、まあ普通の海苔ということで、はい。ちょっと1枚だけ止めときます。後でまたやります。じゃあいただきます。贅沢。海苔が贅沢。あ、やっぱり海苔があると全然違うね。このそばは
あのスーパーでいつも買ってる安いそばなんですけど、なんかねやっぱりグレードアップするよ。うん、うまい。2枚目ちぎったけど1枚1枚が大きいね。海苔もう1枚足します。はい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 、全部入れちゃえ。すげえ、海苔だらけ。うまいうまい。はい、ごちそうさまでした。いかがでしたでしょうか。海苔ついてないよね。久しぶりに海苔を食べたんですけれども、海苔ってやっぱいいですね。なんかその食事にアクセントがつくっていうか、なんか調味料じゃないんですけども、なんか脇役として、名脇役としてなんかあった方がより美味しく食べれるのかな。ただやっぱり一人暮らしには300枚はちょっときついかな。でもまあ私毎日自炊してるんですよ。だから毎日何にでも使ってやろうかなって思ってます。私も海苔食べたいって方がいらっしゃいましたら、動画の説明欄にリンクを貼っとくので、そこから飛んで寄付してください。また他の返礼品も注文しています。届き次第動画で紹介するので、楽しみに待っててください。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。今回の動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。ということで今回は以上です。ドバイ全部食べきってやるぞ。